水難事故が発生した際の関係機関のスムーズな連携と救助技術の向上を目指して毎年行われている訓練で、三重県警察本部と津市消防本部、それに松阪地区広域消防組合消防本部から合わせて35人が参加しました。訓練では実際に救助活動を行う際の装備を身につけた隊員らが立ち泳ぎなどの基礎泳法を繰り返した後、水中に沈んだ要救助者の捜索救助訓練が行われました。隊員たちは互いの安全を確認しながら訓練に臨んでいました。三重県警察本部によりますと、去年1年間に三重県内での水難事故は33件発生し、21人が死亡しています。今日の訓練、基本をみっちりやっておりますので、それらを生かして時間との戦いに備えていただきたいと思います。